じゃあこんにちは。はい、豊さん、はい、はい、交流戦明け最初の試合が今日行われました。そうだね、はい、豊さんが注目していたカード、まあ、最も注目する、はい、まあ、パ・リーグで言えば楽天オリックスも注目なんだけど、まだゲーム差がどうのこうのっていう時期じゃないし、はい、でもこの阪神巨人戦っていうのは今現在7ゲーム差ね、はい、この開いてる。だから甲子園球場に乗り込んで巨人が絶対負けられないね、最低でもよ、本当に最低でも2勝1敗でいかなきゃいけない。で、一方阪神の方は3連敗さだけ避ければ、うん、いいかなという、そういうカードになってるのね、はい、まあ、むしろ3連敗したってまだ余裕があるということ、そのぐらい阪神は余裕を持ってこの巨人戦を迎えられるということね。でも巨人戦は余裕はないよ全然、はい、逆に言うとこの3連戦直接対決ということで巨人は差を縮める最大のチャンスということですよね。もちろんですよ、はい、ね、だから3連勝したら 3つ縮まるわけだから、はい、阪神のオーダーで近本、中野、マルテ、大山、佐藤、サンズ、糸原、梅野、西。一方巨人、まあ、ウイラースモークがいなくなって誰をそこの穴を埋めてくるかっていう、はい、それと丸は何番に入るんだっていうのが注目だったんだけど、はい、松原、ウイラー、丸を3番に入れてきた、うん、で岡本、坂本でファーストに中島を持ってきた、はい、大城、勝木、メルセデスということで、でメルセデスは阪神にすごく相性がいい、防御率が1点台なのね、はい、相性的に。ただ中野が初見、うん、佐藤が初見、はい、こういうバッターたちがどういうバッティングを見せてくれるか、うん、こういうものがすごく注目だったのね、はい、今日の試合は、はい、さて結果はどうなりましたでしょうか。試合はどうなったのか、はい、で立ち上がりメルセデ、西カンコバ、まずスコアとしては、うん、7対1で阪神が勝ちましたね、はい、でまあ、一方的な試合になったということで、はい、先発は西とメルセデス、はい、ね、で初回西立ち上がり、はい、もう慎重だったのはさ、各バッターの外しか投げなかったんだよね、はい、うん、右バッターもツーシームっていうのが西の持ち味、はい、シュートっていうのが、でもそれを使わずに外一辺倒で立ち上がったという、うん、巨人メルセデス、メルセデスは球の勢いはあったんだけど、はい、すごく逆球が多かったんだよね、はい、で、まあ、立ち上がっていったと。2回、まあ、巨人が0点、阪神が2回に反撃をするわけだけども、はい、4本の2塁打、まず佐藤がライト線にツーベースを打つ、はい、でツーベースを打つんだけど、なんていうのかな、普通のバッター足の浅い遅いバッターだったらツーベースにならないのをやっぱり脚力あるわ、うん、佐藤は、はい、でツーベースにした。でサンズが、レフトオーバーのツーベースを打つ、はい、その時に佐藤がタッチアップしてんだよね、取られると思って、うん、確かに取れるような当たりだったんだ。でもウイラーが取れなくて頭を越されて、うん、でもそっから走って1点をもぎ取った。それから勢いをついて梅野、はい、岡本が前に出れなかったんだよね、あ、引いちゃったんだよね、はい、そのために抜かれて、うん、三塁線を抜かれてツーベースにまたしたという、はい、近本に戻ってきた、はい、で近本が初球の外のまっすぐ、左バッターがランナーがいる時に初球狙うところに来てくれて、近本がこれもツーベースを打つということで、うん、はい、一気に3点取ったんだね、はい、で4本の二塁打で先制という。で3回取った後の、取られた後の次の回、すごく大事な3回なんだけども、うん、ここでね、中野と糸原のタイミングが合わずにエラーをして残しちゃうんだよね、ランナーは、はい、で中野がファーストに投げようかなと思ったら糸原の姿が見えてポッと投げたんだよね、はい、それを落球するような形でエラーになっちゃったんだよ、ちょっとこうもたもたしちゃったというか、そうそう、はい、ありましたね、うん、だけどもその後中島を三振に取る。で中島は初回にも満塁のチャンスがあったんだよね、はい、まあ、そこで初球を打ちサードゴロで凡打してる、うん、中島が6番に入った中島が2打席チャンスで凡打をしてるという、うん、まあ、ここにスモークがいればっていうようなことをさ、やっぱちょっと考えさせられちゃうよね、うん、まあ、それでチャンスを潰した。その裏阪神の攻撃、はい、まずフォアボールから始まる、マルテの、はい、で大山がフォアボールの初球を三遊間に打ちチャンスを広げ、佐藤が内野安打を打つ、はい、でその佐藤の内野安打もさ、初めて勝木がセカンドで先発してるんだよね、うん、でセンターに抜ける
抜けようかとするような当たりをダイビングで取るんだよ、うん、はい、でやっぱり不慣れなんだろうね。一つアウトを取っておいてくれればさ、いいものを勝つ気ゲッツーにしようとしたんだろうね、うん、で慌ててトスができずに、うん、ちょっとボールがそれてノーアウト満塁を作っちゃうんだよ、うん、でそこでピッチャー交代、メルセデスから、はい、あのここでツーベース先制打打たれてるからね、はい、まあ、これはもう当然メルセデスの出来も悪かったし、まあ、帰る。でその2球目、1打席目はど真ん中のスライダー、メルセデスからツーベース、はい、2打席目はここのカットボールをセンター右へ満塁ホームラン、はい、2球目ですね。2球目、はい、外国人の手の伸びるところってやっぱ強いんだよね、うん、だから巨人バッテリーは何をしなきゃいけなかったかというと、やっぱねここを攻めなきゃいけなかったんだよ。インサイドを自由に手が伸びるところ、外の、うん、そしたらもちろん長打も出るし、うん、打ちやすいということだよ。外国人は特に、はい、手伸びゾーンつって手が伸びるところ、もしてやここに要求してここに投げてて満塁ホームランを打たれてる、はい、これはやっぱりね巨人のバッテリーは少し考えなきゃいけない、うん、あの2番手で使われて、はい、まあ、満塁ホームランを食らうということで、はい、特にこう要求されたところには投げていたということですか。投げていたんだけど、はい、まあ、ボールにしろっていうサインだったかもわからないけどさ、はい、やっぱストライクに入るとまあ経験の浅さというかさ、やっぱ投げサンズに投げるんだったら手が伸びるところに投げちゃダメなんだよね、うん、やっぱりポイントはここだったんだよ、ね、なるほど、はい、でやっぱ傾向的にもサンズっていうのはインサイドが弱い、うん、で投げ切れるか投げ切れないかの勝負をすればよかったんだけど、やっぱここを捉えられた満塁ホームランになったっていうので、もう一気にもう7対0、もうゲームがちょっと仕掛けたよね、うん、で4回に、まあ、ウィラーのタイムリーが生まれるんだけど、はい、この時に亀井を9番に入れて、はい、ウィラーをファーストに戻して、はい、亀井をレフトに入れて、まあ、打順の関係でねピッチャーが次の回に打順が回ってくるんで、はい、変えてたんだけど、まあ、そこで亀井がヒットで出て、はい、ウィラーのタイムリーで帰ってくると、うん、皮肉なもんだよねだから仮面を使ってウィーラーをファーストに入れといたらこの試合は分かんなかったんだよ。最初のスタメンっていうことですか。そうそうそう、はい、スタメンはね、はい、で中島が悪いっていうわけじゃないけどさ、はい、満塁でここでもチャンスを潰してるということ、うん、はい、本来ならスモークが入るところを、まあ、中島を抜擢したというところで、はい、まあ、結果が出せなかった、うん、その中島を下げて亀井が入り、うん、9番にね、はい、で中島のところにピッチャーを入れてウィラーをファーストに持ってきたって、はい、それが結果的には1点を生み出すようなことになった、はい、ね、それからまあ利根につないでいって戸田につないでいって、まあ全然こう危なげなく回は進んでいく、はい、で8回に及川岩佐だっていうふうにつないでいくんだけども、はい、7回にさ巨人の方は代打を右使ってくるんだよね、うん、湯浅小林石川っていうふうにね、はい、あ8回に使うんだね。8回だこれ8回にこの代打右を使ってくるんだけどさ、はい、これは明日の伊藤ということを考えてルーキーの右バッター3人を送ったんだけど、はい、まあ、結果的に何の結果も残せなかったという、うん、だから明日への不安というのもちょっと残ったよね、うん、岩貞が9回を締めて、はい、まあ、ゲームが終了になったんだけどさ、はい、まあ、その中で回の攻撃で矢野監督がリクエスト出すんだよ梅野のゲッツーの時に、はい、まあ、ゲッツーでリクエスト失敗になるんだけどさ、ね、はいはい、これもうこんな試合展開で雨が降ってて、ね、リクエストなんかしなくていいじゃんと思うじゃない。でもこれ7点取った後、ほとんどヒットが出てないんだよね。なるほど。そしたらやっぱりこう指揮官としたら、うん、やっぱ最後の執念というかさ、はい、そういうものをこう8回に見せたリクエストだったと思うんだよ、はい、だから阪神とすればすごくこう矢野監督とすればこの後何やってんだっていうような、はい、ちょっと腹立たしさも残ったと思うよ。トネが素晴らしいピッチング、はい、戸田にも抑えられたということ、これプロ初登板なんだけどさ、はい、だけど8回にリクエストを出して執念を見せたというね、うん、いやいやこうじゃダメなんだぞっていうようなことを示したという、はい、
巨人の方はもう一方的な試合で明日の準備に入ってるという、まあ、こういう代打を見てもね、はい、そうだと思うんだけど、はい、まあ、3回に亀を入れたりとかさ、いろいろこうシフトを動かして、はい、まあ、明日の準備に入ったと、うん、完璧に阪神が勝ったようだけども阪神のミス1回も佐藤のエラー、はい、これで本当は 1,2 塁だったのが 1,3 塁を作られてる。でこれ本当はホースプレーでもうチェンジだったのがランナー1、2塁に残っちゃってる、はい、ここで打たれてないからまだ目立たないけど、はい、でもこういうミスがまだ阪神はあるんだよね、強いけど、はい、で7回マルテの走塁ミス、これ完全なツーベースなんだよ、はい、でもセカンドにスライディングしないでタッチアウトになった、はい、しかもちょっとこう減速気味な感じですよね。もう、いやもうスライディングしないから減速するしかないよね、はい、でタッチアウトになった、はい、まだね阪神には隙がある。うーん、こういうことをなくしていけば今年は絶対優勝するよ、はい、このままだと、うん、だけどこういうミスが出てる間は今日巨人が負けたとはいえまだまだ付け入る隙はあるということ、うん、例えば1回に、まあ、例えばこう中島がねポーンと打っとけば2点取れる、で3回にヒットも打ってれば1点取れるということで、はい、この試合はどうなったかわからないと思うんだよ、はい、だけどこういうミスが出てるうちはまだまだ阪神は隙がある。それをカバーできるだけの力もあるよ、確かにね、はい、それとやっぱ反省材料とすればやっぱこういうサンズとか外国人に関してはやっぱこうやって手が伸びるゾーンに甘いボールを投げたらこういう結果になるよということ、やっぱりこう詰まらせるというかインサイドというかね、そういうことをこう意識してほしいなって思うね。そのインサイドじゃないところに投げた狙いっていうのは何だったんでしょうか。これはねもうメルセデスの投げ損ないで失投を捉えられたということ、はい。それとこれは多分ねここにボールにしたかったと思うんだよ。だけどやっぱ投げ損なってんだよね。うーん、で一番飛ぶボールを投げてしまってるということ、はい、だからこういうミスが出るとこれも一つのミスだと思うんだけど、はい、こういうミスが出るとやっぱりやられてしまうということ、うん、だからもう徹底してここを意識させるということ、はい、まあ、こういうことも大事かなというふうに思うよね、はいはい、それで明日先発が阪神はルーキー伊藤、はい、これ難しいピッチャーだよ、まっすぐもピュッとくるし、はい、特にチェンジアップとかそういうものが素晴らしいんだよね。うん、で巨人は戸郷、はい、負けられないから今日メルセデス相性のいい阪神に勝ってくれて戸郷にバトンタッチだったんだったらすごく気分的には楽に投げられると思うんだよ、はい、だけどもうプレッシャーのかかる大一番で戸郷、はい、がどういうピッチングをするか、はい、まあ、そういうものを見たいね。うん、で巨人はやっぱ切羽詰まってる。もうそうですよね、うん、今日ですら本当は負けたくない試合だったんですもん ね、 でねやっぱ動きが硬い、うん、巨人の方は、はい、で阪神の方は大山見ててもやっぱ余裕がある、のびのびやってる、うん、やっぱもうチームの差がちょっとゲーム差が開いてるっていうこともあってね、はい、すごく阪神はのびのびやってるけど、まあ阪神にはまだまだ付け入る隙がありね、巨人は何が何でも勝っていかなきゃいけないというね、うん、はい、いうことです。で明日は19日は YouTube ライブを試合中やります。はい、まあ、そこでちょっと解説を入れながらやっていきたいと思います。はい、まあ負けられない戦い、うん、巨人は頑張れ、ね、はい、阪神はミスをするな、まあそういうことでした。はい。